皆さんこんにちは。 4.27 スターダム横浜分隊大会でサリー選手を破り IWGP 女子王座5度目の防衛に成功した岩谷真由選手、4年越しの対戦となった両者の激戦は、死力を振り絞った岩谷選手に軍配が上がりました。この試合後にはビッグサプライズがあり、アイスリボンの藤本司選手が登場し、タッグマッチでの対戦を要求。固く閉ざされた扉が開き、両団体の象徴がぶつかる一戦が決定。しかし岩谷選手は、ファンが待ち望むこの一戦に衝撃の一言を放っていたのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。本来であれば2020年2月8日後楽園ホール大会で行われているはずだったワールドオブスターダム王座選手権でぶつかるはずだった岩谷選手とサリー選手。しかしサリー選手が体調不良により欠場したことで試合が流れていました。その後サリー選手はアメリカに渡ったために岩谷戦は幻の試合となり、時が流れ岩谷選手は IWGP 女子王座を体感し、世界を股にかけて活躍。サリー選手は帰国当初から、 IWGP 女子王座は闘魂を持っている私が一番ふさわしいと挑戦を熱望し、岩谷戦の実現のために動いていくことをほのめかしていました。 3.9 横浜武道館大会で夏ぽい選手の約5ヶ月ぶりの復帰戦の相手としてスターダムに上がったサリー選手は、この日のメインイベント終了後突如リングに上がり、親友のために今日初めてスターダムに参戦させていただきました。親友がくれたチャンスを逃すわけにはいかないんですよ。しっかり前のけじめをつけたいと思って今リングに上がってます。岩谷真由、その IWGP のベルトかけて私と戦わないと岩谷選手の持つ IWGP 女子王座に挑戦表明。これを受けた岩谷選手は、サリー、スターダムのリングにようこそ。何年か前に赤いベルトの試合はできなかったけど、今岩谷真由が IWGP のチャンピオンとしてあなたの前に高い壁としてこうして立ってます。数年前からいつでも私はあなたとやる覚悟はできてましたよ。いつでもお待ちしてますと答えて、がっちり握手を交わし、横浜分隊大会で両者の王座戦が行われることが決定されます。サリー選手は尊敬するアントニオ猪木さんが創設した IWGP の冠がつくタイトルだけに気迫がこもる試合を展開し、対する王者岩谷選手も同年デビュー組であるサリー選手相手にスターダムのアイコンとしての意地を爆発させ、互いに闘志を前面に押し出した一進一退の攻防が続きました。終盤になるとサリー選手の得意技である急角度の裏投げで岩谷選手が絶体絶命のピンチに陥るも、これをしのいだ岩谷選手はキックの連打からムーンサルトプレスを炸裂。最後は岩谷選手が死力を振り絞り2段式ドラゴンスープレックスホールドで強敵サリー選手を下し、5度目の防衛に成功しました。岩谷選手は、サリー、4年越しのタイトルマッチ実現させてくれてありがとう。今日こうやって IWGP このスターダムのリングに上がってくれて私は超ハッピー。2011年生まれ同期、新しいライバルができた気がすると感謝を伝えると、サリー選手は、私さ、その IWGP のベルト本気で欲しいのよ。だから今日は負けなかったけど、私必ずそのベルト取りに来るから、また戦おうよとリベンジを誓っていました。ファンが待ち望んだ試合が終了し一段落、そう思ったのも束の間でした。サリー選手が去った後、リングに登場したのはアイスリボンの藤本司選手でした。スターダムとアイスリボンの間には様々な大人の事情が存在し、2016年には白井を岩谷真由もサンダーロックがアイスリボンに乗り込み、藤本司、中島ありさのベストフレンズと対戦することが決定的となったものの、いろいろあって消滅。さらに2019年にはジュリア選手がアイスリボンからスターダムへの移籍を強行したり、アイスリボンを退団してからスターダムへ参戦した選手がリング上で古巣を足ざまに言ったり、プロレスでハッピーというアイスリボンのスローガンがスターダムのリングでネタにされることがあったりと、亀裂をさらに深めていったこともあり、両団体間に生まれた溝は修復不可能なものになったかと思われていました。しかし藤本選手が発した言葉は意外なもので、
アイスリボンの藤本司です。スターダムさんとはいろいろありまして、引き抜き問題とかベストフレンズ対サンダーロック消滅問題とか、私のパートナー中島ありさ引退しちゃうんです。固い鎖でかかった禁断の扉、そろそろ開きませんか。ベストフレンズ対岩谷真由やりたいな。スターダムのアイコン楽しみにしてる。アイスリボンの象徴よりと閉ざされた扉の開門を宣言し、挑戦状を叩きつけたのです。ところがベストフレンズ対岩谷真由という言葉から2対1と勘違いした岩谷選手は、普通出てくるなら IWGP 挑戦させろよとかじゃないですかとブツブツ言いながらも、タッグマッチでの対戦要求であることを確認すると対戦を承諾。真由はいっぱい仲間がいるし、誰でもパートナー呼べるからいいよ。あの時の再戦、いや初めての試合、もちろんやってやりますよと返答していました。今回登場したアイスリボンの象徴である藤本選手は、アイスリボン取締役選手代表を務めており、2022年3月15日年上の一般男性と結婚したことを発表し、その後選手としては休業し、スタッフとして活動していました。今年1月11日頸椎損傷の重傷を負ったパートナーの中島選手の復帰のためにリングに戻ることを決意し、4月21日のシードリング後楽園大会で復帰。中島選手は8月23日後楽園大会での現役引退を表明しており、藤本選手も翌日のアイスリボン後楽園大会を最後に再度休業に入る予定となっています。今回の2人の開口に、これはすごいな、スターダムとは対極の立ち位置にいた藤本さんがこのリングに立つとは、中島さんの引退があったのでもう再戦ができなくなるからこのタイミングということなのでしょうね。スターダムのアイコンに対抗してアイスリボンの象徴と言ってしまうところが、なんとも気の強い藤本さんらしいですね。外的ヒールのような要素もあるような気がします。アイスリボンの選手がスターダムのリングに上がる、それも藤本司、ロッシーとジュリアがいなくなったとはいえ、これはかなり衝撃だしエモいな。本当は藤本司の全盛期に見たかったのは本音だけど、藤本選手、禁断の扉を開けに行きましたか。その決断、心から支持します。参戦するだけではなく、アイスリボンのリングに岩谷選手を挙げてほしい。欲しい武器選手と再戦を約束したあの選手も、そこにも期待しますなどの声が上がっており、楽しみにしているファンが多いようですね。8年越しのベストフレンズとの一戦は 5.18 スターダム横浜武道館大会で行われ、岩谷選手はハナン選手をパートナーに選びました。未来のアイコンの活躍にも非常に期待がかかる一戦となります。念願の対戦が続々と叶っている岩谷選手ですが、今回のベストフレンズ戦にてまさかの発言をしていました。岩谷選手は試合が消滅した当時の心境について、会社の事情だかわからないけど大人たちだるって思ったと明かし、因縁の試合へ注目度はすでに最高潮なのですが、当の本人は申し訳ないんですけど正直それどころじゃありませんと、試合のことは頭にないようで冷めた反応を示していました。ちょっと前までは始球式で頭がいっぱいで、それが終わったら映画の試写会だったりで大変と続けていました。5月6日には横浜スタジアムで行われた DeNA 対ヤクルト戦の始球式に登場し、9日には自身が原案を担当した映画家出レスラーの完成披露試写会に出席するなど大忙しで、確かに過密スケジュールです。確かにプロモーションは大事なのですが、本業はプロレスラーですから試合のことだけは頭に入れておいてほしいですね。刻一刻と迫るベストフレンズ戦、念願の一戦はどのような結末を迎えるのか要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。